とことんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は10月13日火曜日です。はい、今日は先日取り付けたイルミネーション、はい、ハロウィンのイルミネーションですね。そちらをはい取り付けてピカピカ光る中、自然農薬、はい、僕の庭無農薬栽培挑戦中ですので、自然農薬いつものルーティーンの散布動画をはいやりましたので、そちらの方をご覧いただこうと思いますよ。そしていつものように本日香りのバラ咲いておりますので、そちらのカットと香りのバラで遊んでいきますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。夜のルーティンですよ。こちら自然農薬作って散布していきますよ。はい、こちらは2リットルなんで500倍に薄めますので、こちらですね、4ミリリットル入れていきましょう。はい、こちらの自然農薬の作り方はとことんとこいと自然農薬作りましたで出てますよ。ドクダミ、はい、ニンニク、はい、こちらが唐辛子、はい、竹畜作液につけてありますよ。はい、バラ友達のひろまるさんからいただいて僕も作ってみましたよ。こちらを今日は散布していきますよ。いつものルーティンです。はい、このペットボトル2リットルに入れて混ぜていきましょう。よし、今日の夜の散布はハロウィンのイルミネーションがつけてあるので、きっととっても綺麗ですよ。どうでしょう皆さん、綺麗ですね。はい、これで綺麗なイルミネーションの中、はい、自然農薬散布していきますよ。
かがでしょうか。ハロウィンのこのイルミネーションの中、とっても静かに自然の脈を散布することができましたよ。はい、はい、ではでは香りのバラカットしていきましょう。今日は苗間が綺麗に咲いてくれておりますよ。いかがでしょうか。はい、苗間行きましょう。はい、デュアルマネも綺麗に咲いてくれてますよ。そしてボレロが綺麗に咲いてくれております。今日はいかがでしょうか。シーハザードいいですね。はい、そしてシャーリマー綺麗に咲いてくれてますよ。今日もとっても綺麗です。はい、そしてこちらですね、ガブリエル綺麗に咲いてくれてますよ。はい、そしてローザリーが可愛く咲いてくれておりますよ今日は。はい、そしてこのローザリーの後のこのブクサムビューティー同じバラとは思えませんね。大きくブクサムビューティー咲いてくれてます。いかがでしょうか。いつものようにレモンタイムと、はい、ゴールデンクイーンタイムカットしていきましょう。はい、アイビーもちょっとカットしていきましょうですね。はい、今日もいっぱい咲いてくれたね、くーちゃん。そうだね。はい、今日も香りのバラたくさんありますよ。はい、じゃあくーちゃんテックスタンド取ってね。おお、来て。はい、こちらの香りのバラ天空スタンドに今日もかけていきましょう。カチャリコト。はい、今日はいかがでしょうか。こちらの香りのバラの盛り合わせ、はい、今日はこのボレロがとてもいい、このクリーム色で、はひょー、最高最高。はあ、このボレロの子がクリーム色に咲いてくれた時はとってもいい香りなんです。このカスタードクリームのようなこの色、はい、ああ最高です。もうさすがボレロってとこでしょうか。はい、とってもいい香りです。そしてこの隣のガブリエル、最高の香りです。ちょっと雨と虫にやられてしまって、少し茶色のシミが入ってますけども、香りは最高ですよ。皆さん、このガブリエル下段にもいますよ。あー、いい香りがします。最高です。そしてこちらの、あー、シエラザード、あー、シエラザードも最高に今日は、あー、レモンの香りでいいね。最高です、最高にフルーティー。そしてこの下、シャリマーも綺麗に咲いてくれてましたよ。あー、シャリマーも甘い爽やかな香りです。あー、リアルマネもいいですね。そして苗間の隣、こちらですね、いかがでしょう。今日はボクサムビューティーが超巨大に、あー、いい香りです。あー、この中に木の甘い香りがしますね。本当にみんな今日はいい香りがしますよ。いかがでしょう。
今日も香りのバラのミックスジュースやん。あー、いい香りで大満足です。今日もねえ、くーちゃん、そうだね、くーちゃん、今日はどの子が一番いい香りがする？迷っちゃうな。でもやっぱりボレロかな。そうだよね、ボレロだよね。あー、気も深まってきて、ボレロが最高の香りを楽しませてくれてますよ。ありがたいです。はい、まあ深まるといってもまだ10月の上旬ですけどね。はい、とてもいい香りがしますよ。はい、じゃあ香りのバラたちで遊んでいこうか、くーちゃん。そうだね、遊んでいこう、遊んでいこう。はい、ではでは、いつものように妖精ちゃんから遊んでいきましょうね。はい、今日はどんな感じにしましょうか。今日はこちらのアイビーカットしてきましたので、アイビーをどんな感じにしましょうか。はい、今日はこんな感じで完成といたしましょう。ではこちらの天使ちゃんでも遊んでいきましょう。はい、天使ちゃんのこれのお尻プルンでいっときましょうね。はい、今日はこんな感じで完成といたしましょう。いいですね、綺麗に飾れました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。秋になってだいぶ大きなバラが咲くようになってくれましたよね、えくーちゃん。すごい大きいね。はい、そして夜の散歩動画、はい、イルミネーションの中楽しく散歩することができました。はい、ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね、またね。ママ落ちる。はい、これが分かった方は相当の、はい、ジブリ好き。